風もなくいい気象条件の中スタートした第71回別府大分毎日マラソン。この大会はパリオリンピックマラソン代表選考会 MGC の出場権がかかっていて、ハーフマラソン日本記録保持者の小倉雄介をはじめ豪華な顔ぶれが揃いました。2時間6分台も狙えるペースでレースが進む中、優勝候補と小倉が25キロを過ぎて先頭集団から遅れます。30キロでペースメーカーが離脱すると、海外招待選手の2人が飛び出す展開に。一方、日本人選手は35キロ過ぎまでおよそ10人の集団となりますが、38キロを過ぎてトヨタ紡織の菊谷、小森コーポレーションの一山、ホンダの木村が抜け出します。ところがフィニッシュ直前で青山学院大学4年の横田が猛追。日本人の先頭争いが白熱します。レースはジブチのハッサンが2時間6分台の大会新記録で優勝。熾烈な日本人トップ争いは一山が制し、日本人2位の横田は学生歴代新記録をマークしました。日本人トップを狙っていたので、その MGC ともに、日本人トップを取れて嬉しく思います。